こんにちは、もみです。今ダナンで沈没生活しています。今日はダナンで泊まったホテルをレビューします。今日紹介するホテルはゴールドラインダナンホテルです。アントゥンエリアにある立地の良い四つ星ホテルです。地図でお見せするとここです。利便性のいいエリア、アントゥンエリアがこの四角の枠にかかったところで、今回のゴールデンラインダナンは赤色でココッと書いたところです。他の地図のピン、過去ホテルと書いたところはこれまで泊まったホテルです。Google の口コミ評価は 4.1 となかなか良い評価です。ただ最初にお伝えしておくと、このホテルはこれまで泊まったホテルで過去最悪のことがありました。これだったら1500円ぐらいの三つ星ホテルに泊まるのになということがあったので、四つ星ホテルにもこういったホテルがあるんだということを参考に見てもらえればと思います。まずはホテルの映像をお見せします。その後にホテルの料金とホテルのデメリットをお伝えします。もし映像はいらない、デメリットと料金を知りたいという方はブログ記事の方を見てください。ブログ記事の URL はこの動画の概要欄に貼ってます。これまで宿泊したホテル、すべて、情報を記載しているので参考にしていただければと思います。ではまずは映像をお見せします。
ホテルの特徴、料金、デメリット等を話していきます。泊まった部屋と料金はこうでした。スーペリアダブルルーム、大人2名、朝食ありで2泊5168円。1泊あたり2584円でした。続いて Wi-Fi の速度はこうでした。ダウンロード 167MB、アップロード 150MBps でした。数値は爆速でした。実際はそこまで速くないんですけども、Wi-Fi の速度については特に不満はなかったです。で、映像と Wi-Fi の速度とか、ここまで見るといいんですけども、はい、ここからデメリットを話していきます。まずは、隣の部屋とつながっている。映像でお見せしたように、隣とドアでつながっています。で、それに関連して、隣の部屋のテレビが一日中うるさい。この一つ目と二つ目は、後でゆっくり説明します。次に、掃除のおばちゃんがうるさい。これも後で説明します。次に、トランシーバーがうるさい。これらうるさい系は後で説明します。次に、フロントのクレームの対応が雑。四つ星ホテルでこれかというレベルでした。それも、これまでのうるさいに関係します。壁が薄い。はじめに言ったドアでつながっているだけじゃなくて壁も薄いです。隣の部屋のトイレのションベンが流れる音まで聞こえました。で次にコンセントが実質2口しか使えない。机とは反対側の冷蔵庫の方にはコンセントがなくて、ベッド脇にあるコンセントもベッドの中央にあって物が置けないので寝るときしか使えない、そんな感じです。次にセーフティーボックスが実質使えない。クローゼットの中にセーフティーボックスは入ってるんですけど、サイズが合わないので無理やり押し込んでる。なのでセーフティーボックスを使えません、開けません。そんな状態でした。これまでのうるさいに関連してここは三つ星ホテル以下の四つ星ホテルです。ここからうるさいの関連のデメリットを詳しく話していこうと思います。ここからは三池ビーチを眺めながら愚痴ろうと思います。最初に言った隣の部屋とつながってるですけど、このホテルの部屋はドアとドアでつながってて、それを開いて大きくすることができる、そういったタイプのホテルです。全部の部屋じゃなくて、1フロアに7部屋あって、そのうちの4部屋がそういったドアでつながってるタイプ。コネクティングルームっていうと思うんですけど、です。なので、ホテルの部屋というより、シェアハウスみたいな感じです。ドア越しなので、音が丸聞こえです。しかもそれだけじゃなくて、壁も薄いです。なので、最初に言ったテレビの音はもちろんのこと、話し声もめちゃめちゃ聞こえてきます。で、運が悪いことに、僕が泊まった部屋の隣には迷惑な客がいました。今回はベトナム人じゃなくて欧米人だったんですけど、一日中テレビを大音量でつけてました。一日中というのは言葉通りで、その欧米人が
チェックインした16時から、その人がチェックアウトする午後12時ちょっと前、ギリギリ前ですね、までずっとテレビをつけてました。大音量で。なので寝れませんでした。で、夜中の1時、2時ぐらいかな、ちょっと耐えられないなということでフロントに言いに行ったんですね。で、まあ、しぶしぶ部屋の電話に電話をかけました。でも、その客は電話に出ませんでした。なのに、次、うるさかったらまたこっちに言いに来てよと。電話で、言ったらいいからねと。対応せずに放置されました。当然ですね、部屋に戻ってもテレビの大音量は変わらないので。なので、だからテレビの大音量変わってないやろと。ちょっとこっち来いと。で、フロントを呼び出して、その部屋にノックさせました。でも、その客は出てきませんでした。もうそっからですね、本当ならば、フロントの人に、携帯電話、その客の携帯電話に電話させようとしたんですけど、このフロントもダメだなと思って、一回諦めました。でその後もですね、隣、テレビの音量を消すこともなく、で、寝ることもなく、まあ、こっちはそんな大音量の中で、頑張って寝ようとして、でも、朝4時過ぎかな、テレビの音量がもっとうるさくなったんで、目が完全に覚めました。で、壁をどんどん叩いても治らないから、ドアのとこに行くと、隣の部屋が、なぜかドアが開いてました。これはチャンスだと思って、フロントの人を呼び出して、で、対応させたのが、これです。映像をお見せします。I couldn't sleep because you turn on TV and make big noise all day. I just come back. 彼がちょっと言い訳しようとしてたんですけど、それで、謎が解けました。部屋のテレビを大音量でつけたまま外出して、で、朝4時に帰ってきた。帰ってきたばかりで、ドアが開いてた。ということだと分かりました。というのも、ここの部屋2人で泊まってて、カードキー2枚あるから、1枚差しとけば電気は通電するんで、テレビをオンにしたまま外に出ることができるんですね。で、フロントからの電話にも出ない。壁をどんどん叩いても出てこない。なるほどなと。で、フロントの人にちょっと言われて、テレビの音量下げたんですけど、フロントの人が戻ったら、またテレビを、ね、大音量に変えたんですよ。で、映像からは匂いは伝わらないですけど、この人たち酔っ払ってるんですよ。酒臭くて、これはこれ以上言ってもダメだなと思ってもう諦めました。なので、この人がチェックアウトする11時55分までずっとテレビがついてました。まあでも、これはフロントにも言ったんですけど、この客だけが悪いんじゃないんですよ。ホテルの作りが悪いんです。
普通だったら、ああテレビ聞こえるなーぐらいなんですけど、ドア越しなんでめちゃくちゃ大音量で聞こえてくるんですよ。実際この人たちがチェックアウトして、で次の人たちがチェックインしてきたんですけど、その人たちのテレビの音もやっぱりちゃんと聞こえてきました。結構大きい音で、もちろんこの欧米人ほどじゃなかったですけど、それだけじゃなくて話し声、普通に話してる声もはっきりと聞こえてきました。言語が分かれば話してる内容すべて分かるぐらいにクリアに聞こえました。次泊まった客も結構朝遅くまで、起きててですね、3時ぐらいかなに寝たんですね。そっからはテレビの音を消してるんで、寝れたんですけど、結局ですね、2日間で、あ、寝れたなっていうのは、その2日目の3時半からまあ6時ぐらいまでですかね。2日間でぐっすり寝れたのは数時間だけでした。で、起きてから、もう一回ちょっと横になろうかなと思ったら、今度は掃除のおばちゃんがうるさいんですよ、ここは。掃除のおばちゃん、こんな感じです。これも映像をお見せします。ベトナムのホテルの掃除のおばちゃん、基本的にめちゃくちゃうるさいんですよ、三つ星ホテルだと。でもここ四つ星ホテルなんですよ。前回のシービューホテルダナの四つ星ホテル、あそこではこんな喋ることなく、ちゃんと作業してて、静かだったんですよ。でもここのホテルのおばちゃん、掃除のおばちゃんは低レベルな三つ星ホテルの掃除のおばちゃんと同じです。教育されてません。ずっと喋りながら、作業してました。さらに、これは誰が話してるのかわかんないですけど、トランシーバーの音がやたらと聞こえてくるんですよ。無線というんですか？何をそんなに話すことあるのかわかんないですけど、とりあえず無線での連絡はここが最悪でした。他のホテルはここまでひどくなかったです。ここはもうずーっとトランシーバーの音と掃除のおばちゃんがずっと喋ってる、そんな感じでしたね、朝は。朝はというか昼の2時までそんな感じです。で、その後はまた新しい客が入ってきてテレビをつける。なので、一日中うるさかったです。これだったら、1500円ぐらいの三つ星ホテルの方が良かったのになぁというぐらいひどい四つ星ホテルでした。とにかくこのホテルはめちゃくちゃうるさいので、滞在される方は覚悟してください。口コミそんなん書かれてないんかなと思ってちょっと調べたら少しだけありました。コネクティングルーム、ドアの間で会話が聞こえるほど防音にならないので注意してくださいと、韓国人の客の方が書いてますね。全くこの通りなんですけども、なぜかこれぐらいしか書かれてないんですよ。他の口コミはいいことばっかり書いてたんで、僕は気づきませんでした。口コミ評価が高いホテルに予約して、で、泊まってるんですけども、これは失敗しました。気づきませんでした。まあ、デメリットばっかり挙げるのもなんなんで、いい点をちょっと言っておきます。このホテルの Wi-Fi は結構速いです。速度は、まあ、100メガっていう感覚はなかったんですけど、それでも、他の三つ星ホテルに比べたら、まあ早いかなというぐらいですね。あと、椅子の座り心地は良かったです。
作業はしやすかったなという感じですね。今日は口コミ評価が高い四つ星ホテルだったのに、実際泊まってみたら1500円ぐらいの三つ星ホテル以下のホテルを紹介しました。それでは今日はこの辺で失礼します。